チャーマラージャ9世は、南インドのカルナータカ地方、マイソール王国の君主、カーサーチャーマラージャとも呼ばれる。撤封するターン1776年9月6日、戦王チャーマラージャ8世が暗殺されたため、一族にあたるチャーマラージャ9世が、国リシュナラージャ2世のヒラクシミアンマンニデビーの、養子となって、王位を継承した。チャーマラージャ九世の知性も、また、 養父や、義兄の知性と同様にサルバーディカーリーのハイダル、アリーが全権を握っており、彼も、名ばかりの王に過ぎなかった。その知性の間、1779年に、ハイダルアリーは、カダパの、ナワーブとチトラドルがナーやカーサを滅ぼし、さらに、マイソール王国の領土を広げた。1780年5月以降、ハイダルアリーは、イギリスと対決するため、 タミル地方に侵攻し、第二次マイソール戦争を引き起こし、マドラスまで攻め入った。1782年12月7日、ハイダル・アリーは戦争中に死亡し、その息子ティプー・スルターンが後継者となり、1783年1月2日に、チャーマ・ラージャ9世は、彼がその地位を世襲する形でサルバー・ディ・カーリーに任命した。第二次マイソール戦争後、ティプスルターンは、 マイソール王国のイスラーム化を進め、1786年1月には、ムガル帝国の皇帝ャアーラム2世が、シンディア家の支配下に置かれていることを理由に、名目上の忠誠を撤回、皇帝を意味するパード社を合し、国号をフーナダードとした。なお、この際にチャーマラージャ9世が王位を失ったとする場合もあるが、実際はその島で王位を保持していた。 1796年4月17日、チャーマラージャ9世は、天然痘に罹患したことにより、シュリーランガパトナで死亡した。テプ封スルターンによって暗殺されたとも言われる。チャーマラージャ9世の死後、テプ封スルターンは、おでや朝から王を立てず、名実ともに、マイソール王国の君主となった。マイスーアさんマイスーアクドダットザファミリーオブチプサルタンジーニアロジーハット、 クドダットザファミリーオブチップサルタンジーニアロジーハット、枚数は3枚数は3枚数は3。ありがとうございます。